デザイナーなど創作活動を仕事にしている人に企業などとの出会いの場を提供する催しが奈良県コンベンションセンターで始まりました。催しには県内をはじめ京都や大阪、兵庫などから参加したデザイナーやモデル、茶道家などが合わせて17のブースを出展しました。コロナ禍で仕事や表現の場が減っているクリエイターと新しいコンテンツを求める企業などが出会うことでデザインの世界から奈良を元気にしようと奈良デザイン協会が初めて開きました。そうした思いは作る仕事を増幅するという催しのサブタイトルに表れていて、会場では訪れた人たちとクリエイターが仕事の幅を広げようと交流を深めていました。クリエイターとクライアント両方のですね、仕事の幅を広げるというか、それを目的としています。これからもですね、ぜひそういうマッチングの機会を与えるためにデザイン協会がハブとなっていきたいということで、こういう催しを開いていきたいと思っています。この催しは明日まで開かれています。